今回は質問コーナーなんですけど、家族6人でやりたいと思います。どうぞ。3年やってきてね、初めて家族で質問コーナーをやりたいと思います。よいしょ、よいしょ、よいしょ。今回6人でやるということで、改めて一人一人自己紹介をしたいと思います。じゃあまず長男の俺から。年は15歳で今年16歳になります。高校1年生になります。はい、次男の大地です。今年9歳で3年生になります。2009年に生まれて8月に来てるの。分かった分かった。今年3年生。あはははは、なんだあったよ。次あつき、次あつくんで今年1年生になります。次四男のナナと。ナナです。夏にやだ。以上ですね。じゃあ次、我が家の主、お父さん。28歳です。嘘ですよ。ノーノーノー。今44歳。わー、仕事はサラリーマンです。そこら辺にいるいつものサラリーマン。そう、普通のサラリーマンです。そして僕たちのママです。ママです。何歳？何歳？あー出たよ。僕たちのママに何歳で思ってんの？トゥル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 。35歳。35歳。35です。お二人ともどこで知り合いましたか？せーの、職場。おー、職場。プロポーズをした場所とされた場所どこですか？正直で言ったキッチン。え？おー、ムードもクソもないっすね。え、キッチンってどこのキッチン？キッチン。どこのキッチン？家。いや、家しかない。一番最初にデートした場所はどこですか？せーの、羽田空港。いや、合ってたのはすごいけど、なんで羽田空港？結構ね、飛行機好きなんですよ。そう、ね、初めて聞いた。わかんないか。一番4人の中で手がかかったのって誰ですか？せーの、ナナとダイちゃん。わしゃは何にもしてないんじゃ。それはなんで？ナナとはね、暴れん坊でわがままだから。まあわかるけど。ねえ、なんでダイちゃんなの？わがままだった。あー、理由は同じな感じですね。まあでも多分トータルだと俺が一番迷惑かけてる。生きてるうち人生長いからね。いやまあそうなんだけど、今の大地までのでやっても多分俺がめちゃくめちゃ迷惑かけてる。これ以外で気になったことがあれば質問受け付けますので、どんどんコメントに書いてください。いつもと同じで、下ネタは下ネタダメよ。その声下ネタ。じゃあコメントいっぱい待ってます。待ってまーす。じゃあ次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。チャンネル登録よろしくね。じゃあねー。じゃあねー。